私どこにいるんだろう。パッパッパッ、あ、これこれこれ、パッ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 パラダイス、これです。これイブちゃんに隠れてる、これ私。そう、売られてます。パッ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 パラダイス。はい、ではお肉を食べます。うまそうじゃない？お腹空いた。オンラインおしゃべり会ありがとうございました。本当にとっても楽しかったです。さっきまでロビー前にいました。だってやば。いただきます。うん、そう、私お肉が本当に大好きで、うまい。よっか、300円かかるんだね。仮想置き場とかあるんだ。机にある札がご自身の。ねえ、仮想置き場あるの劇場、初めて知った。これも売られてるんだ。売り物、これ売り物だって。タペストリー25,000円で。今日薄メイクですか？めっちゃ薄メイク。なんならまつげしてない。毎回300円支払ってますありがとう。どこ眺めてるんですかって。あっち、劇場ロビーにいて。劇場ロビーなんてあんま来ることないから、こんなん売ってんだって思ってる。え、嬉しい。もがみちゃん、ななかちゃん推しの友達がりのちゃんの優しさに感激してりのりのりのメールを取り始めたそうです。え、私なんかそんないいことしたっけ？そんないいことした？でりののメール取ってくれたの？ありがとう。何もしてないですよ、私。仮想置き場は無料なの？仮想置き場はでかいバケツでした。って何かね、青いバケツだ。かわいい、ポテコもバケツかぶってる。うますぎ。なんかね、味噌、から肉、から味噌みたいなやつがついててね。今日福岡めっちゃ雨。りのちゃん映ってたかな。だって絶対映ってないやつやん。りのちゃんのメセカロビーに置いてあるよね。だってわかんない、見てみる後で。あ、最近劇場でさ、なんかあれ売られてるんでしょ。
なんて言うんだっけ、プロフィール帳、まあそこに書いて思い出したけど、プロフィール帳売られてるの知ってますか皆さん。新グッズで自分のプロフィール帳をこの写真になってるのかな、売られてるんですけど、うんうん、ニンニクうまい。あれはみんな買った方がいいと思う。生写真。しかも何枚か当たりあるのよ。最後のなんか一言メッセージが直筆の時があって、なので皆さんゲットしてください。うん、うん、めっちゃご飯食べますね。だってご飯大好き。お友達に買ってきてもらいました。え、よかったやん。あ、そう、私が劇場出てないから、そう、 H のメンバー劇場出てないから、まあ、私のファンの人がゲットしました報告ないんですけど、うんうん、私はハズレピーポーですだってそう、まあでもあれは1枚あったらいいから、そんなあれだけど、まあゲットしてみてくださいね。私のファンの方は、まあ、私推しなので、きっと劇場に今月、先月、4月、3月、あんま行ってないと思うんですよ。私が出てないからね。そうだから、ぜひ、4、5月はいっぱい出ますので、6月も多分いっぱい出ると思うので、6月は生誕祭あるし、なんなら、ぜひゲットしてください。まあ、なんか言おうと思ったけど忘れちゃった。何だったっけ。楽しかったオンライン。なんかやっぱ最後だからいっぱい言ってくれました。
ここちゃまの声そうなの。お、わーもういいよ。これ来ただけ多分誰が来たか分かる。友達ペットペットペット、ほな触らせてもらえた。かわいい。確かにこうやって見たらお顔かわいいですね。どう見てもお顔かわいい。どう見てもかわいい。かわいい。もう怖い。大好きすぎて怖い。多分全身がモモンガの時ある。モモンガって呼んじゃう。元気な子供が来たかと思ったら、そう、芋さん。でもさ、そんなからにもさ、もうできなくなっちゃうんですよ。やばいよね。やばいよね。寂しいよね。こんにちは、だってこんにちは。でもちいかわ好きな、私の方の方ちいかわ好きな人あんま聞かないけど流行ってるよね。妹大好きなんや、ちいかわ。なんかもらったの。あ、ちいかわ好きなんだろうなって。わかる。結構ちいかわが好きです。好きそう。なんかちいかわ好きそうな人顔見たらわかる。あ、今度ちいかわ好きそうって。推しキャラいないんですかって。きりみちゃん、きりみちゃん、ディズニーのキャラクターも好きやと。チーカーが目立つおいもちゃんファンをよく見かけますって。すごいよね。でもなんかファンの人も好きなのすごい。推しメンが好きって言ってさ、ファンのみんなも好きになるのが一番すごい。ねえねえ、思い出したんだけど、サーロインとサーロインのお肉とロースのお肉だったらどっちの方が柔らかいんですか？今日なんかお弁当がサーロインだったんですけど、サーロインのお肉かロースのお肉だったんですね。で、私サーロインにしたんだけど、柔らかい、なんか結構柔らかくなくて、どっちの方が柔らかいんだろうと思って。何が違うのって思う。私そういうの分かんないからさ、なんか肉の違いあんま分かんなくてやばいと思う。しぶいちゃんがハンギョドン好きって言ってハンギョドン好きになりました。あ、しぶいちゃんは可愛いです。私大好き。なんかさ、サーロイン一択だって。え、そうなんだ。もう届かったのに頭なんか冷たくなっちゃったかな、この弁当もしかしたら。あ、冷たかったから、あったかった。15日ありがとう。じゃあ15分までします。サーロイン一択だって。うん、なんだ。
脂身の問題ってことなのかな。フィレ、フィレが柔らかいです、うん、だって。なんかバンドが来たらしい最近。バンド、電子レンジはないんですかって。あるんですけど硬いの。あ、硬いじゃなかった、あのなんか全然温まんないの。10分くらいしないと温まんない。どういうこと。サーモインの下にくっついてるのがヒレです、だって。あ、ヒレ、うん、あ、私が聞いてロースだよ、ロース。そう、なんか電子レンジあるんですけど、なんか、うん、あんまなんだよね。あんまってか、温まんないんだよね、全然。超温まんないの。カレーとかあった時も、もう、一人10分くらい使うからさ、6分とか、5分は絶対使うの。でもなんか、ちゃんと芯まで温まるのはめっちゃ時間かかるから、めんどくさいじゃん、そんないっぱいさ、みんな、渡しちゃうの申し訳ないし、時間持って温めないんだけど、うん、設定が違うんですかって。違くない、多分昔から使ってるからもう古いんだと思う、シンプルに。こんにちは、だって。こんにちは。やばい、でも今日食べ過ぎた。こっちの方がいいもしかして。やだ、こっちがね。ちょっと私の服が見えない。でもね、今日も可愛いんだよ、めっちゃ。ロースはサーロインとリブロースの総長です、だって。リブロースは脂が多いのが特徴です、だって。どうだったんだ。じゃあ似てるってことかな。今座ってるとこ、さえちゃんが座ってました。あ、このさえちゃんが使ってるからって。電子レンジ寄付したよって。私にちょうだい。配信で見ると髪色がピンク残ってるように見えます。そうかな。私結構今日写真撮った時にさ、消えててさ、悲しくなっちゃったんだよね。朝はショールームじゃないや、ストーリー載せたやつ。なんか赤茶っぽくなってくない？もう早すぎる。でもなんかみんなにピンクの髪がいいって言われて、私嬉しくてピンクシャンプーをやり始めたんだけど、そうなんだよね。まだいるけど、お風呂入ったら消えちゃうの。なんか、あ、多分赤すぎて。お洋服の写真見たいだ。大変、今日撮ってないの。撮らないと。わからない。なんか今日みんなコメントが多いね。オンラインおしゃべり会で暇だったの？なんで？なんでこんな人がいっぱいいるの？アイタミヨモ、ナッツさん、トシさん、ゆかりんちゃん、ニコラス、ザキザキザキ、ハリー、母、ブルーリング、ゆかりんちゃん、エリカ、トマさん、総散歩、原始人、シューマニア、ピタナさん、ボーダン結婚して、ハリー、結婚しておもろい、北九州の吉田さん、トマさん、ゆかりんちゃん、吉田さん、ポッケさん、ニコラス、さきちゃん、松山さん、もぐもぐパクパク、やすさん、もん、ジラッキー、ジャンさん、なつさん、ありがとうございます。のぶりんめっちゃかわいい、ありがとう。なんかちょっといっぱいあったから全然読めてないかも、アイテム。
スボンてっちゃん、ありがとう。ピカナイトの時、いい感じのピンクで可愛かったです、だって。あれは、だって染めた次の日だから、まだ2日目だもん。さすがに2日目だからね。全日程のイベントお疲れ様でした、だって。そう、やっぱ特に今日は最終日なのもあったりとか、一番最後の日程だったから、みんなが分かったのもあるかもしれないんだけど、いっぱい来てくれて、昨日今日は本当嬉しかったですし、次がね、またいつあるか分かんないんですけど、分かんないんですけど、話したいことメモして、楽しくお話しましょう、また次も。私も可愛いお洋服着て待ってます。現地もね、現地も福岡のクリスマスから含めたら3会場、福岡、福岡、東京、オンラインもいっぱい、ありがとうございました。本当に楽しかったよ。待ち上がれもね、いっぱいね、おめでとうございますって言ってもらったし、 Thank you。 めっちゃ派手な髪色にしたくてブリッジしたらオレンジになりました、だって。大変やん。オレンジは私あれかな、そんなに興味ないかな。でもね、似合うと思うからいいと思いますよ。楽しい時間を過ごしたいです、本当に。楽しい時間をね、ね、しましょう。なので今回撮れなくて後悔した方は、もう絶対次のシングルではもう早めにお願いします。イエイ。そう、キラキラが飛んできた、ありがとう。今回はスペシャルデーでしたが、次は個別でいきます。そう、だからやっぱスペシャルデーもあったから、個別で撮れなかったからスペシャルデーで会いましたって方もいたんだけど、遊び棒の人は次私とちゃんとおしゃべりするってメモしててください。で、次撮り忘れがないように。オンライン撮ればよかったって、確かに確かに。かな。明日は、明日何時に配信しようかな。午前中にしようかな。てか朝かもしれない、もしかしたら。まあでも朝起きたら見たらいいことあるかもしれない。オンラインより直接派です。そうなんだよね、ほんと。そういろんな方がいるんですけど、私の件を取ってくれるだけで感謝です、ありがとうございます。そう、なんかオンラインは、そう、みんながファンのみんなが工夫してくれるから、なんかそれこそ何が面白かったかな。あ、そう、マシュガ見ました。マシュガ、マシュガで餃子を作ったじゃないですか。で、餃子作ってて、でそれがお昼に公開されて、私12時の分まであったのね。その後にオンラインが、あ、マシュガが公開されて、餃子ワングランプリがあったんですね。で、私が次の部が3時からで、そしたらファンの方が餃子を焼きましたってオンラインで見せてくれて、しかも面白かった、めっちゃ行動が早くて。なんかそういうのもさ、現地だったらもう餃子を見せるなんてもうできんじゃないですか。ありえない行為だから、本当に。なんかそういうのも、なんかみんながいろいろこれ話そうって私とさ思って餃子作ってくれたりとか、あと何が面白かったかな。あ、ね、私がディズニーのティガーの帽子かぶってる
なんですけど、それをなんかたまたま私よりディズニー前行ってるファンの方がたまたまそのティガーの帽子を買ってたみたいで、そうそうそう、でお揃いみたいなとか、なんか私の持ってるグッズをひたすら紹介してくださるファンの方がいたりとか、そう、なんかそういうのがでもできるのってオンラインじゃないですか。あ、ラジオを聞かないとのなんか一番星を見せてくれたりとか、そうそうそう、だったから、そうなんよね、そういうのもすごく楽しかった。でも現地は現地でやっぱちゃんとその場で会えてお話できるから、もう良さが両方あるんですけどね、また話そうねって感じです。で、マシュガを見てくださいマシュガ見てくださいと、今日の夜はラジオ聞かないと聞いてくださいと、生誕グッズ予約してくださいいっぱい告知が多くて申し訳ないんですけど、どれも全部大事なのでね、はい、よろしくお願いします。聞かないとは久々だから忘れてるかもしれないんですけど、ラジコで23時30分から相乗りです。めっちゃおもろかった。あの坂本さんが、坂本さん元気にしてた回ですそうそう、元気にしてましたってひたすら聞かれました。マシュが面白かったよ。だってまだ見てない方は見てください。おおすごい、今日野球やってるからさ、やっぱドーム周辺がバイバイしてるんですよね。生誕グッズは明日までです。そう、なので全部聞いてほしいし、全部見てほしいし、全部ゲットしてほしいですくらいかな、私が言うことは。タナと楽しかったですって感じかな。元気それ何よりだって。え、元気よ。ラジオは本当に3人体制で回してるから、やっぱそういうこと起きちゃうんですよ。誰かがめっちゃ続けて出るとか、そうそうそう、基本的にね、ほとんど回ってくるから。そうなんですね。なので眠いかもしれないんだけど、夜遅いからぜひ目をこじ開けて見てくだ、あ、聞いてください。コンプリートやーだって、よろしくね。そんな感じで終わりにしたいと思いまする。いのちゃんおかえりだって。ただいまただいまとでもないけど、1ヶ月でなかったくらいかな、聞かないとは。そんくらいかもしれないかな。生誕ティーを予約しましたので、天才生誕ティーのティーがあれなんだね。夜ご飯知りたい？夜ご飯、私さっきお弁当食べちゃった。これこれ美味しい？食べてないお肉のお弁当食べました。私のご飯代が浮きました一人暮らしありがたい。バケツのイベントは今日で最後ですから。ってそうよ、来てくれなかったでしょ。また次のイベントで来てください。って感じかな。なんか言い忘れたことありそうだけど、ないかな。はい、ではランキング見たいと思います。アイテム読もう。ヤッツさん、ワンコそば、トモさん、アイタカさん、カリンさん、手紙ありがとう。ヤッツさん、ポンタロウ、ありがとう、いっぱいありがとう。りょうすけさん、ナンハちゃん、ピタさん、ユウさん、ナンハちゃん、ナッツさん、カニカ、ウタカ、トシさん、カリンちゃん、母、ありがとう。ニコラス、ザキザキザキ、ブルーイング、ソウサンポ、シューマニア、ありがとう。皆さん、ありがとうございます、アイテム。北九州のしひろさんもありがとう。ピカピカ。ではちょっともう終わりますよ。
ランキング読みますね。13位がウォーダー、12位がナツさん、11位がニコラス、10位が谷川豊、9位がハリーさん、すごい9位がハリーさん、8位がカイグリフォン、7位がエウリカ、6位がガマさん、5位がノブニー、4位がリョウスケさん、3位がヤスさん、2位がポンタロ、1位がアセボのてっちゃんでした。あれもうあれだね、戻ったね、名前が漢字になりましたそうなの、可愛かったのに、ありがとう、てっちゃん。雨だけど、雨かな、佐世保も風邪ひかないでね。てっちゃんでした。では皆さん、今日もありがとうございました。またね、聞かないと聞いてください。バイバーイ。ありがとう。